はい、こんにちは、クラウンドです。2040年家具業界未来予測やっていきたいと思います。今回はその2となります。それでは早速行ってみましょう。はい、前回までの簡単なおさらいですけれども、なるけまことさんの、著書2040年、未来予測ですね。これをちょっとご紹介するとともに、家具業界をちょっと見てみましょうかと。要は、超テクノロジー社会になってますと。そして、日本に関して言えばすごい高齢化社会になっていますと。そういう背景っていうものを2つ並べさせていただいて、そういった状況下の中で2040年家具業界ってどうなってるんだろうっていう話の、途中だったと思います。で、前回段階でお話しすれば、その2040年の家族の暮らしってどんなかなっていうことを朝昼夕方晩をなんとなく想像でご紹介して、で、そこにまつわっているその家具って、どうなってるかなっていうことを考えたら、テーブル椅子ありますと。そしてワーク系はもちろんありますと。そしてソファーベッドもありますと。2040年も家具あるよと。もう俺らの業界オールセーフ、 OK じゃん、もう安泰だねっていうふうに、なるかっていうところまで、お話したと思うんですけど、その話を受けて、さらにその考察を伸ばしていこうと思うんですが、予告編でもねちょっと流しましたが、そんなうまい話ないんですよ。もうそれは無理です。で、その安泰なわけがなくて、もうむしろすごいやばい状況だなっていうふうに思ってます。はい、その理由をじゃあちょっとお話していきたいと思います。まず、その例の2040年の、未来予想図の、家族の一日っていうのをもう一回ちょっと振り返ってみますが、確かに、朝食食べますよ。どこかに腰掛けてどこかの台の上に、ご飯を置くなりして食べるでしょう。なんですけど、そのテーブル椅子ありますと。ありますが、そのテーブルは例えばどんな感じかっていうと、そうだな、これ僕の想像ですよ。簡単に言うと iPhone をでかくしたみたいな感じ。テーブルがね、ガラスかな。今ガラスのテクノロジーでむちゃくちゃ進化今してるんで、多分ガラスです。そしてもう要は iPhone です。テーブルがもう全部端末、もうもちろんね、その IoT、インターネットオブシングスの一つにテーブルもなっている、端末化しているって話ですね。例えば今日の天気は、テレビとか見ないです。だから、テーブル見るんです。今日の天気は、港区は雨だね、鎌倉は最高気温何度だね、見て、今日ニュースはテレビ、テーブル話し始めます。普通にそのコンテンツ、いわゆるネットコンテンツを、天気予報からその日のニュースからどんどん話してくれると。もちろんスピーカーも下の方に内蔵されてるんで、そんな感じですね。スマホが、今のスマホがテーブル化してるっていうよりも、2040年の何らかしらのその端末のそのテクノロジーでそのテーブルが出来上がってると、いうことですね。はい、そして次は椅子ですね。椅子もいろんなその想像ができるんですけど、もちろん椅子も端末化してますよ。で、話していくそのソファーベッド、これ椅子もどれもその乗っかり系じゃないですか。体が乗っかる、そしてソファーも乗っかる、とベッドも乗っかる、いろんなそれぞれに、椅子、ソファー、ベッド、それぞれにいろんなその機能、いわゆるファンクションが考えられるんですけど、簡単に言えば、いわば、iWatch とオムロン、体重計とかのオムロンですね。それの機能が、より進化して、全部その椅子、ソファー、そしてベッドに、組み込まれている形ですね。例えばその血圧であったり、あるいは体重、もちろん体重であったり、体脂肪みたいなもの、それから iWatch でできる全てのことですね。でそれがさらに、進化しているその機能を持ってくる
ことになると思います。もしかしたら血液採取とかベッドなんかだったらね、あの寝てる間にしてくれて、まあ、肝臓値が、肝臓の値がこのぐらいですから、ちょっと明日はお酒控えましょうとかってベッドが言ってくれると言ってくれるかもしれないし、例えばベッドだったらそうだな、睡眠の導入のもちろんね、音楽なんか 今でもね、あのヘッドボードからちょっと音楽が流れてくるみたいなベッドあるぐらいなんで、まあそれがもっとね最たるものになってくるとか、まあ、椅子に関してはやっぱりその一人一人ってその身長違いますんで、まあ、足つきも違いますんで、もう腰掛けたら、まあ、自動にその高さを調整してくれるとかね、まあ、こういったあのいわゆるワーキングのそのチェアに関しても、もう各関節ってあるじゃないですか、各ファンクション、まあ、要はこれが進化して、なおかつ IoT、インターネット化している、インターネットを通して、ファンクションを発揮できる存在になっているみたいな形になるかな。ソファーがなんか冬場寒いなっていう時に温まるのはなんかもう本当当然で、もっとね多分きっとその僕が考えつかないような、びっくりするような便利な、機能っていうのが満載になってくると思います。そして残るはワーク系か、ワーク系なんてもう本当最たるもんですね。もう要はスマホだけでその仕事をすることがもう今時はもうできるぐらいですから、まあそれがそのまんまデスクになってるし、何らかしら、例えば本棚だったら本棚の機能ってなんだろうな、まあ普通に調べ物とか、本とかもういらないですよね、だってね、そもそもね、だから棚いらないやみたいな話かな、まあそういうことになります。でまあその安泰じゃないよって言ってるその理由なんですけど、じゃあその端末化したその家具たちっていうのを今の家具メーカーさんたち作れますかって話です。いやもう絶対に作れないですっていうのは、まあ自動運転って、まあ前回もちょっとお話しましたけど、今車の話ですけど、まあ今自動運転を、トヨタが、乗り込んで参入してってももう無理だって言われてるぐらい、つまりあの、まあ、GAFA、 あの GAFA のようなところがもういわゆるその自動運転っていうのはそもそもいわゆるデータが全てなんですよ。でそのデータっていうのはもう収集しているんですよ、その、いわゆるビッグプロジェクト GAFA の傘下や GAFA もやってるし、でもそういうことをやってもデータもがっさり、まあ、例えばその交差点の具合角度とか、あるいはその時の気候風土とか、もうそういったそのいわゆるビッグデータっていうのはもう収集し始めてって、でデータっていうのはもう基本的に集積していくものだから、もういわゆる1日の兆っていうのが全てなんですよ、まあ、1000日の兆でも10年の兆でもいいですけど、だから結局こうやって伸ばしてって、トヨタが後からこうやって伸ばしてっても先行してるところに絶対に追いつかないっていう話です。で車の機能っていうよりもそのデータがその自動運転の車の全てなので、まあ、トヨタはおそらく、今も先行してやってるところが車を開発して牛耳っていくので、車は難しいんじゃないかみたいな話があるぐらいなわけです。いやつまり何が言いたいかというと、そのトヨタもですら厳しいかもしれないっていう時代です。その端末化、もしくはそのテクノロジー化していく、その商品の物品の生産っていう意味ですけど、で今のその日本の家具メーカーでも、今のその既存の世界の家具メーカーでもいいんですけど、まあ基本的には今やってるそのメーカーとは全く違うところ、いわゆるテクノロジー分野からそういった商品が出てきます。でそしてその出てきて新しいその、システムが出来上がってしまうと、もう既存のところってのは全部潰されていきます。まあそれで今メーカーの話だったんですけど、その販売店の話もそうですね。新しい、ビッグカンパニーっていうのは基本的にその販売までやってきます。販売店もちょっと厳しくなる、ちょっとどころじゃないわ、すごい厳しくなってくるんじゃないかなと思います。っていうか不可能という文字しか頭に浮かばないですね、僕の中では。まあまとめますと、テーブル、椅子、ソファー、そしてベッド、ワーク系の、まあ、家具たち、もちろん未来は残ってきます。残っていくけど、今の既存のメーカーなり販売店っていうのがもう絶対的にそこに入る余地がない状況が、未来2040年にかけて、想像できるっていう話です。でおそらくですけど、それを未来のそのスーパーテクノロジーをのその家具っていうものを作っているメーカーなり
販売している販売店っていうのは日本の会社ではないと思います。すごく集中化して、すごく単独の1社や2社がそれを世界中に対して売ってる状態になるんじゃないかと。おそらく中国かアメリカかどちらかの企業なんじゃないかなと思います。対抗できる要素っていうのは一つだけあります。次回のその最終回でお話したいと思います。